はい、ユッキーです。今日はですね、なんだっけ、あれですね、アパートのね、紹介的なね、のをやっていきたいと思います。まずですね、玄関がありまして、で、これね、ここがね、このポストのここがそのまんまこうボーンって落ちるタイプなんで、受け皿がないんですよね。なんでこれにちょっとびっくりしました。こんなのあんだなと思って。だから郵便物がここに落ちるっていうね。そして、すぐ入ってここに、トイレっていうかあれですね、浴室、まああれですね、まあトイレと浴槽があります。そしてここに、まあ横にね、こちらキッチン、まあワンルームなんですけど、最初からついてたこのね、三菱のね、ちょっと見えづらいかもしれないんですけど、ぐるぐるヒーター、電熱線のやつねがあったんですが、これはものすごく温まるのが遅いので、新しく、まあですね、こちら IH のクッキングヒーターを買いました。まあこれだったらまあそれなりにね、いいです。で、まあここにですね、ここのキッチンのところに、まあ、こんな感じで上に収納があって、さらにここに、ちょっと汚いですが、まあテーブルみたいなのがあるんですよ。いわゆるダイニングキッチン的なね、感じのテーブルがありまして、こっちに、まあ、パソコンを置いて、こっちにあそこには洗濯機があって、まあこんな感じ、うん、まあここにね、ダイニングキッチン的なテーブルに、まあここに、まあ、パソコンを置いてるわけですけど、でここは下汚いんで、で冷蔵庫があって、テレビがあって、ここに、ゲーム機で、エアコン、そしてロフトですね。こちらロフトになってまして、本来ここに、このはしごかけとくやつがあるんですが、まあちょっといろいろ使うんで、ここにね、上にロフトがあってですね、そしてこの上に謎のこのね、窓、開かない窓が、というより開けられない、届かない窓がありましてって感じですかね。まあまあ、あそこの段ボールの中はほとんど酒です。酒で埋もってますんで、すごい重いんで、引っ越しの人にね、してもらいました、乗せてもらいました。そしてまあベッドがあり、ここにベッドがありまして、そしてこちら、出窓なんですけど、まあ、出窓があるんですが、最大の特徴がですね、こちら、ベランダがないので、ここに干すしかないっていう。ここの、この棒があるじゃないですか。洗濯物以外絶対にかけないことって、ここに洗濯物、俺ここにかけてるんですけど、かけてここで干すしかないって、ね、だからまあダイソーで買った、なんていうの、このシャワーカーテンをここに して、でなるべくこの風通りがここの中で良くなるようにカーテンをしてですね、でここでまあ洗濯物を干すという感じになっております。まあこんなところかな。あとはちょっとあれなんで、
コーヒーをちょっと飲みながら飲もうとしてたの。コーヒー、コーヒー。ということでね、まあ、でこれ光回線つないだんで非常にね、早いです。さっき測ったらね200とか出たんで、200メガとか出ました。びっくりしたんですけど、速度がね200メガとか出て、多分ここのマンションでほとんど光使ってる人いないんじゃないかなって。だからこんな速度出るんですよ。マンションっていうか、そう、マンションじゃない、アパートですから。多分全部で世帯数が、部屋数が多分6個しか、あ、違う、12個か。12個しかないんで。で、まあ、ここに2階建てなんですが、2階にいるんですが。うん。まあ、1階で6部屋、2階で6部屋って感じだと思います。おそらく。うん。なんでね、そんなに、ね、使ってる人がいないんで、多分、多いんではないかと思われます。で、あと東京に来てすごいいいと思ったのが、このゴミなんですけど、新発田市、新潟の新発田市だとですね、ゴミ袋が有料なんですよ。燃えるゴミと燃えないゴミのゴミ袋が確か10枚で500円ぐらいするんですよ。1枚50円ぐらいするんですが、まあ、大阪に住んでた時もそうなんですけど、東京はね、適当なビニール袋で、買い物袋で代用できるんで、もうそのまま出すっていう、ね、のができるんで、すごい楽です。本当になんで田舎はああなのかっていうね、感じですけど、なぜか田舎はね、ゴミ袋が有料っていうね、で、しかも結構厳しいんですよ。で、足立区がすごい、なんかゴミが厳しいとかって言いますけど、全然田舎に比べたら、地方に比べたら全然楽ですね。まあ、ということで、マンションのね、紹介でした。それでは、バイバイ。